はようございます。やあ、おはよう。早速来てくれたみたいだな。うん、約束したしね。早速ですけど、仕事を紹介してもらえますか？ああ、いいともさ。いろいろと頼みたいことがあるけど、どれにしようかな。お手柔らかに。おっと、ちょっと待っていてくれ。はいはい、こちら遊撃地協会。いやあ、マノリア邸の。連絡してくるなんて珍しいな。あんたのところのボロ通信機でよくぞ連絡できたもんだ。あ、なんだって。あ、そうか、そりゃ大変なことになったな。ああ、わかってる。すぐにうちのを向かわせるさ。どうしたの？何か事件でもあった？事件か事故かはちょっとわからないんだが、昨夜街道沿いにある孤児院が火事にあったそうだ。嘘。それ確かなんですか？マノリアの宿屋の主人がわざわざ連絡してくれたんだ。マーシア孤児院って言うんだが、君たちバス知ってるもん。何も、昨日の昼に訪ねた。それで院長先生と子供たちは大丈夫なんですか？その確認は取れていない。とりあえずそれも含めて一通り調べてきてほしいんだ。君たちに頼めるかい？当たり前よ。それじゃあ僕たち急いで孤児院に向かいます。ああ、よろしく頼んだよ。お疲れ様。何か依頼を達成したら。完全に焼け落ちてるね。あれ、あんたたち。ひょっとして君たち遊撃士協会から来たのかい？うん。皆さんはマノリアの方ですね。ああ、瓦礫の片付けをしてるんだ。昨日の夜中に火事が起きて慌てて消火に来たんだけど、まあご覧の通り、ほぼ建物は焼け落ちちまった。それで院長先生と子供たちは？大丈夫、みんな無事だよ。今マノリアの宿屋で休んでもらってる最中なんだ。これだけの火事だったのに全員大した怪我はないそうだぜ。よかった。うん、不幸中の幸いだね。俺たちはもう少し後片付けをするつもりだけど、あんたらはどうするんだい？早速宿屋に行ってあの子たちのお見舞いに。悪いけどそれは後回し。え？この現場ざっと見ただけでも妙なことが多すぎる。そしてそういう手がかりは時間が経つと失われてしまうんだ。君の気持ちもわかるけど、今は現場検証の方を優先しよう。わかった。私たち遊撃士だもんね。何があったのか突き止めないと。うん、早速敷地内を調べてみよう。話はまとまったみたいだね。それじゃよろしく頼んだぜ。これだけ派手に燃えちまったら一から建て、かなり費用はかかりそうだけど、
テレサ先生、どうするつもりかね。いや、昨日は本当に驚いたよ。東の空が赤くなっているのがマノリアからでも見えたからな。急いで駆けつけたんだが、全焼は食い止められなかったよ。うわ、真っ黒焦げになってる。あれ、どうしたの？気のせいかもしれないけど、蝶つがいの部分が変な風に引きちぎられてない？確かに、まるで火がつく前に破壊されたような感じだね。ここ特にひどく崩れちゃってるね。それとなんか変な匂いがしない？そうだね、これはひょっとしたら。さてと、いろいろなことが見えてきたね。この辺りで一旦整理してみようか。うん、分かったわ。まず出火場所なんだけど、どうやら建物の中じゃなさそうだ。屋外の可能性が高いと思う。屋外？うん、こっちだ。ちょうどこの辺りから建物全体に火が回ったんだろう。あ、石壁が崩れ落ちちゃった場所ね。でもどうしてここが？地面の焦げ方が他の場所よりも激しいからだよ。周りと見比べればわかるはずさ。あ、本当だ。建物外部のこの場所からこれが何を意味するかわかるかい？それ。僕もそう思う。この辺りに漂う匂い、これは可燃性の高い油の匂いだ。多分この辺りにぶちまけてから火をつけたんだろう。そんな。それから建物の敷地が散らかりすぎているのも変だ。消火するのに関係のないハーブ畑までが荒らされている。これも何者かの仕業だと思う。それ本当ですか？あ、クローゼさん。来ていたのか。どうして、誰がこんなことを？かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所、どうしてこんなひどいことができるんですか？クローゼさん。ご
さい。取り乱してしまって。私。取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね。こんなことをする人がいるなんて。エステルさん。でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから。だから大丈夫。もう安心してもいいからね。ありがとう。少しだけ落ち着きました。朝の授業を受けていたらいきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか。院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。はい。それじゃあ早速マノリアに行く。ジアさんも一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか。訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たって、あの火事を調べに来たんだろ。何か分かったことあんの？なんと言ったらいいのか。ねえみんな、お腹は空いてないかしら。私朝ごはんを食べてなくて、食堂で何か頼もうと思うの。ついでだからみんなにも甘いものをご馳走してあげる。え、本当？ポリー、プリン食べたい。でも姉ちゃん。行きましょう、クラム。え、つべこべ言わずにさっさと来なさいってば。クローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。そうね。助かっちゃった。あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね。あのマリーって子は察してくれたみたいだけど。いい子に恵まれて私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。それじゃあまず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか。やはり火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが。そこでお聞きしますけど、犯人に心当たりはありませんか？こういうことをしそうな動機があるという意味ですけど。見当もつきません。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。
つまり強盗目的じゃないし怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど愉快犯という可能性もあります。事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが孤児院の近くをうろついていたとか。そうですね、昼間にエステルさんたちがお見えになってから特にあの方は関係ないでしょうし。あの方？火に包まれた建物から私たちが脱出しようとした時、天井の梁が落ちてきて玄関から出られなくなってしまったんです。ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、梁をどけて私と子供たちが逃げるのを助けてくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって、マノリアの方々に聞いても誰も心当たりはないそうです。怪しいですね。そんな真夜中に孤児院の近くにいたというのも気になりますし。どういう雰囲気の人でした？象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。見事な銀髪をなさっていました。銀髪？お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。悪い方には見えませんでした。普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。ヨシュア？何よ、ぼーっとしちゃって。いや、そうだね、案外どこかの遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。うん。失礼します。あれ、クローゼさん？あの子たちはどうしたの？下でケーキを食べています。あの先生、お客様がいらっしゃいました。お客様？お邪魔するよ。あ、ダルモア市長。おや、昨日会った遊撃士諸君も一緒だったか。さすがはジャン君、手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだ、テレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなのだよ。だがご無事で本当によかった。ありがとうございます、市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。いや、これも地方を統括する市長の務めというものだからね。それよりも誰だか知らんが許しがたい所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。心中お察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであればあの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが唯一の心残りですけれど。テレサ先生。遊撃士諸君、犯人の目処はつきそうかね？調査を始めたばかりですから確かなことは言えませんが、ひょっとしたら愉快犯の可能性もあります。そうか、なんとも嘆かわしいことだな。この美しいルーアンの地にそんな心の醜いものがいるとは。市長、失礼ですが。ん？なんだね？今回の件、もしかして彼らの仕業ではありませんか？待って、彼らって誰のこと？君たちも昨日絡まれただろう。ルーアンの総国閣にたむろしているチンピラどもさ。あいつらが…失礼ですが、どうして彼らが怪しいと？昨日もそうだったが、奴ら、いつも市長に盾ついて面倒ばかり起こしているんだ。市長に迷惑をかけることを楽しんでいる節すらある。だから市長が懇意にしているこちらの院長先生に。ギルバート君。は、
はい。憶測で滅多なことを口にするのはやめたまえ。これは重大な犯罪だ。冤罪が許されるものではない。申し訳ありません。考えが足りませんでした。余計なことを言わずとも、こちらの遊撃士諸君が犯人を見つけてくれるだろう。期待してもいいのだろうね。うん、任せて。全力を尽くさせてもらいます。うん、頼もしい返事だ。ところでテレサ院長、一つ伺いたいことがあるのだが。何でしょうか。孤児院がああなってしまって、これからどうするおつもりかな。再建するにしても時間がかかるし、何よりもミラがかかるだろう。正直困り果てています。当座の蓄えはありますが、立て直す費用などとても。院長先生。やはりそうか。どうだろう、私に一つ提案があるのだが。何でしょう。実は王都グランセルに我がダルモア家の別邸があってね、たまに利用するだけで、普段は空き家も同然なのだが、しばらくの間子供たちとそこで暮らしてはどうだろう。え？もちろんミラを取るなど無粋なことを言うつもりはない。再建のめどがつくまでいくらでも滞在してくれて構わない。ですがそこまで迷惑をおかけするわけには。どうせ使っていない家だ。気がとがめるのであれば、屋敷の管理をしていただこう。もちろん謝礼もお出しする。市長、少し考えさせていただけませんか。ありがたい申し出ですけれど、いろいろなことが起こりすぎて少し混乱してしまって。無理もない。ゆっくりお休みになるといい。今日のところはこれで失礼する。その気になったらいつでも連絡してほしい。はい、どうもありがとうございます。ギルバート君、行くぞ。はい。はあ、驚いちゃった。メイベル市長もそうだったけど、めちゃめちゃ太っ腹な人よね。そうだね、元貴族っていうのもうなずけるな。先生、市長さんの申し出どうなさるおつもりですか。そうですね、あなたはどう思いますか。常識で考えるのなら受けた方がいいと思います。だけど一度王都に行ってしまったら。いえ、何でもあります。あなたは昔から聞き分けいいのよ。クローゼ、正直に言ってちょうだい。あのハーブ畑だって世話する人がいなくなるし、それに先生とジョセフ王子さんに可愛がってもらった思い出がなくなってしまう気がして。ごめんなさい、具にもつかないわがままです。私も同じ気持ちです。あそこは子供たちとあの人の思い出が詰まった場所。でも思い出よりも今を生きることの方が大切なのは言うまでもありません。はい、近いうちに結論を出そうと思います。あなたはどうか学園祭の準備に集中してください。あの子たちも楽しみにしていますから。はい。エステルさん、申し訳ありませんが調査の方よろしくお願いします。お任せください。絶対に犯人を捕まえて償いをさせてやりますから。それにしても大変なことになったわね。犯人探しどこから始めよう。そうだね、とりあえずギルドに戻ってジャンさんに報告した方がいい。捜査方針はそれから決めよう。うん、分かったわ。あれ、どうしたの、ぼーっとしちゃって。ごめんなさい、私もちょっと混乱しているみたいで。そっか。そういえばジョセフさんって院長先生の旦那さんのこと。はい、
数年前にお亡くなりになりましたけど、私も随分可愛がっていただきました。そうなんだ。あれ、ということはクローゼさんも孤児院の出身？いえ、残念ですけど、随分昔にある事情でお世話になったことがあるんです。それで王立学園に入ってルーアンに来たのをきっかけに、また親しくさせていただいて。なるほど。だからいつも遊びに来て、いろいろと手伝いをしてたんだね。はい。私の受けたショックなんて、先生やあの子たちに比べたら全然大したことはありません。なんとかして元気づけて。クローゼお姉ちゃん、マリーちゃん、どうしたの？そんなに慌てて。あのねクラムのやつがどこかに行っちゃったのよ。え？どこかに行ったって、もしかして。詳しく話してくれるかな？はい。あのおじさんたちが来てからクラム2階に上がったみたいで、すぐに降りてきて真っ赤な顔して、絶対許さないとか言って、そのまま飛び出してっちゃったんです。絶対に許さない、それってまさか。レイヴンの連中だと思う。秘書の人が喋っていたのを聞いてしまったんだろう。まさかあの子、連中のところに乗り込むつもりなんじゃ。そんな、こうしてはいられません。僕たちも付き合うよ。急げばルーアンに行くまでに何とか追いつけるかもしれない。クローゼお姉ちゃん、心配しないで。クラム君は必ず、マリーちゃんは他の子たちの面倒を見てあげてね。うん、それじゃあ急いでルーアンに引き返しましょう。はい。街道にはいなかったね。まさかもう連中のところに乗り込んでいったんじゃ。とにかく南の総国閣に。しまった、もう昼前か。忘れたのかい、君が教えてくれたことを。え？橋がなかった頃は何を使って？あ、小舟ね。そうでした。確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ。
じゃお前さんたち。そのボートを貸してくれる？急いで向こう岸まで渡りたいの。残念じゃが、このボートは公爵とやらの予約が入っていてな。これから水遊びをするそうじゃが。そんな。どうかお願いします。小さな男の子が危険な目に遭うかもしれないんです。泣きそうな顔をするな。孫娘のことを思い出すじゃろうが。まあいいじゃろ、人助けとあらば仕方あるまい。とっとと乗っていくがいい。ありがとうございます。おじいさん、サンキュー。公爵とやらには整備しとる最中ポーズ。ボートの操縦はわかるか？はい、なんとか。それじゃ二人。ここは倉庫区画の。ジーク、そう、分かった。やっぱりあの子一番奥の倉庫に行ったみ。急ごう、連中のたまり場は奥の方だ。了解。はい。このガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。そいつはいいや。なんだこのガキ、何ブチ切れてんだ。母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。オイラには先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切な家を、よくも。黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお仕置きが必要。お尻100叩きと行きますか？やめてください。お前たちは。クローゼ姉ちゃん、子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか？なんだと。やあお嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの。いくら遊撃士がいたところで。クローゼさん、下がってて。僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。え、本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。今がその時だと思います。護身用のレイピア。その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。かっこいい。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っこにまで舐められてたまるかってんだ。俺たちライブンの恐ろしさを思い知らせてやるぞ。負けられないんだ。こいつらバ
化け物か。遊撃士どもはともかく、こっちの娘もただ者じゃねえ。すごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その剣、名のある人に習ったものみたいだね。え、まだまだ未熟です。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします。どうかその子を離してください。この雨、ここまで苔にされて、はいそうですかって渡せるか。そこまでにしとけよ。誰だあなたか。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れているとは。アガットの兄貴、来てたんすか。どうしてあんたが。っていうか、こいつらの知り合いなの。レイス。はい、なんでしょう。お前ら何やってんだ。女に絡むわ、ガキを殴るわ、ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたか。おや、なんか言ったか。あ、兄貴勘弁してくれ。ガキならほら解放するからよ。クローゼ姉ちゃん、よかった、もう大丈夫だからね。最初からそうしたきゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。大地、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ。ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと。おいボス。なんだよ。一人で乗り込んでくるとはなかなか気合の入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム、先生、どうしてここが。ギルドで事情を伺って、そちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は。今度だけはオイラ謝んないからな。火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム、テリサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなで一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまった家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら、先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから。お願いだから、危ないことはしないでちょうだい。先生、小僧、院長先生たちを連れてさっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか。決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと灸を据えてからな。勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。
それよりいいんですか？マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでもあなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしてるのですから。はい。よかった、間に合ったか。ボートは返してきたよ。あ、サンキュー。すみません、お一人で行かせてしまう。気にしないで、大した手間じゃなかったし。ヨシアさんも本当にありがとうございます。クローゼ姉ちゃん、それとエステル姉ちゃん、今日はありがとな。オイラなんか助けてくれてさ。オイラ本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、本当みっともないよな。そんなことみっともなくなんかないさ。え？大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする、そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。ヨシオ兄ちゃん。だけど犯人を探し出してとっちめるのは、君は君にしかできないやり方で、先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたり、お手伝いをしたり、励まし合ったり、支えてあげたりね、クラム。それは君にしかできないことだよ。オイラにしかできないこと。うん、兄ちゃんの言いたいことなんか分かったような気がするよ。どう、やれそうかい？もちの論だよ。オイラに任せておけって本当に何から何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。あ、クローゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。うん、頑張っちゃうから、みんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またな、姉ちゃんたち。よかった、元気を取り戻してくれて。ヨシワってばなかなか憎いこと言うじゃんびっくりしました、あんなに元気になるなんて。ヨシワさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守るか。とりあえずあの子が無事で本当に良かった。クローゼさん、協力ありがとう。そんな、お礼を言うのは私の。あ、そういえばあの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか。ああ、あの赤毛男が締め上げてるって、あれか、もう終わってるのかな。一旦ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい？はい、できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃ、レッツ。おお、ご苦労さん。どうやら男の子は無事助けられたらしいな。うん、なんとかね。それよりも驚いたわよ、あの赤毛男が来るんだもんアガットのことか。別件でルーアンに来たところを無理やり頼んだってわけさ。なんせ奴はレイヴンのリーダーを務めていたからな。やっぱりそうでしたか。道理で柄が悪いと思ったのよね。と言っても昔のことだけどね。君たちくらいの年齢でこのルーアンに流れてきてね、荒っぽい連中を引き連れて随分暴れてくれたもんさ。あの頃に比べたら今のメンバーは可愛いもんだな。そんなやつがよく遊撃士になったわね。まあ、ある人と知り合ったのがきっかけでね。それから遊撃士を志して、今じゃすっかり若手のホープだ。人間変われば変わるもんだよな。余計なおしゃべりはそのくらいにしておけっての。あ、
人がいないのをいいことに好き放題言いよって。相変わらず人食ったやつだ。褒め言葉として受け取っておくよ。それよりも取り調べは済んだのかい？ああ、一通りな。絶対とは言い切れんが、多分あいつらはシロだろ。本当に？まさか昔の仲間だからってかばってるんじゃないでしょうね。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜、船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔った勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。そういうことならとりあえず保留にしても良さそうですね。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。確かに生きがってるだけって感じよね。まあ、あいつらには俺が睨みを聞かせておくさ。犯人探しをするついでにな。え？事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らには手を引いてもらう。何たわけたこと言ってんの。納得できる説明を聞かせてもらえますか。お前ら市場を挟みすぎなんだよ。遊戯師に限らず情が絡むと判断力は鈍るもんだ。ったく、ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。あ、すみません。私、あんたが謝る必要はねえ。こいつらの心構えの問題。要はプロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ。なんと言われたって私たちは院長先生と約束してるんだから。おい、じゃあ正遊撃士と準遊撃士が同じ任務内容を希望した場合、規約で優先されるのはどっちだ。やれやれ、分かっててそれを聞くかい。言うまでもなく正遊撃士さ。僕たちもそれなりの戦力にはなると思います。せめて手伝いくらいは。ただの調査に人数は必要ない。話は終わりだ。悪く思うんじゃねえぞ。悔しいけど彼の言い分は間違ってはいないからね。反論できないのが辛いな。本当にすみません。私が剣を抜かなかったら。それは関係ないってば。まったく、ことあるごとに私たちを目の敵にして。まあ悪気はないから、どうか多めに見てやってくれ。不器用なやつでね、あんな言い方しかできないのさ。それにどうやら今回の件、奴が追っている事件と関係があるかもしれなくてね。え？アガットさんが追っている事件？詳しいことは話せないが、犯人探しは奴に任せてほしい。僕の方からもお願いするよ。そうですか。ではこれまでの捜査状況を報告して。ああ。うん、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、今度の件にはいろいろと申し訳ないが、この報告で捜査は終了とさせても。でも院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに。こんなのって。エステル、エステルさん、あのジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよ。ああ、内容にもよるけど、王立学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るから、うちが警備を担当してるしね。でしたらエステルさん、ユシアさん、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。え？それって
どういうこと？毎年学園祭の最後には行動でお芝居があるんです。あの子たちもとても楽しみにしてくれているんですけど、とても重要な2つの役が今になっても決まらなくて。もしかしてその役を僕たちが？はい、このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて、そこで昨夜学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われて、あまり多くはありませんが運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの？自慢じゃないけどお芝居なんてやったことないよ。片方の女の子が演じる役が武術に通じている必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は？それは私の口から言うのは、言うのは恥ずかしいです。それってどういう意味？もうよしあってば、しつこく聞くと嫌われるわよ。お祭りにも参加できるし、あの子たちも喜んでくれる。しかもお仕事としてなら一石三鳥ってやつじゃない。こりゃやるっきゃないよね。ちょっと待ってよ、ジャンさん、こういうのもありなんですか？もちろんある。民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。はあ、なんだか嫌な予感。あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら、王立学園に向かう前に済ませておいた本、劇の手伝いをするとなったら他のことをしている暇はなさそうだし。なるほど、確かにそうかも。ね、クローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけど、いいかな？はい、私のことは気にし、ちなみに王立学園の場所ですけど、明部街道に出て最初の三皿を東に向うん、それじゃ